ついでに3分ストレッチ。段差でつまずいたり怪我をしにくい足に足首伸ばし。車移動やデスクワークが多い人の足首はガチガチに硬くなりがち。足首伸ばしストレッチで足首とアキレス腱の柔軟性を保ちましょう。片膝をついてしゃがみます。この時床についた膝とつま先の位置を揃えましょう。立てた膝の上に両手を重ねて膝にぐっと体重をかけます。そのまま足首を3秒かけてゆっくりと曲げます。前かがみになるようにしっかり体重を乗せたら、今度は3秒かけてゆっくり膝を戻します。膝を伸ばしたら足をチェンジ。左右の足で3回ずつ行います。膝を立てた足のかかとが浮いてしまうのは NG です。しっかり床につけておかないと足首に効きません。膝とつま先の位置を揃えることもポイント。つま先が前に出ていると効果半減です。足首伸ばしで足首を前後にしっかり動かす習慣を、特にあまり歩かない人やデスクワークの人に効果的。ながら時間で毎日続けましょう。